受験は夏が勝負です。この夏頑張った人たちだけが冬笑ってます。はい、じゃあ今日の授業ここまで。お疲れ様。先生すいません、うん、ちょっとあのここが分かんなくて教えてほしいんですけど、これはねこうじゃなくてねこうなんで。あーなるほど。あ、ここもちょっと分かんなくて。これはねあのこっちなんで。あーなるほど。やっぱ学校と違って塾は最高だな。お前ほんと塾好きだよな。すいません、もう一個質問あるんでそれも答えてもらってもいいですか。あーいいよいいよ。分かんないことだったらさ塾の先生に何でも聞いていいから。おーい、塾の先生がただの学生のアルバイトって本当ですか。何も偉くないただの学生のバイトなんですか。答えてください。ボーガン。この前志望校の大学のホームページにあなたの顔と名前が載っているページがありました。あなたは先生なんてそんな偉いもんじゃない。あなたは青山学院大学テニスサークルインフィニティの幹部なんでしょう。僕たちのことを騙してたんですか。待って待って待って、いや確かに俺は学生のバイトだよ。いやでも騙しちゃったとかそんなつもりじゃ。騙してるじゃないですか。おいお前今勉強しとかないと社会に出た時後悔するぞ。社会になんか出たことないじゃないですか。おかしいと思ったんだ。生徒と簡単に LINE 交換するし、その LINE のアイコンがバーベキューで肉を焼く自分の後ろ姿の写真な時点で気づくべきでした。受験は夏が勝負なのにあなたはバーベキューですか。いやでもさ君たちの成績は上がったでしょ。それでいいじゃん。そういう問題じゃないんですよ。僕たちの月謝があなたのテニスサークルの打ち上げのカラオケに無断で持ち込む狂月に変わってるんですよ。こんな悲しいことはない。じゃあ例えばさ、ある島に一人のお医者さんがいました。そのお医者さんはたくさんの人の命を救いました。でもその人本当は医師免許を持ってませんでした。こういう場合も悪いことをしてるのかな。うわ、教員免許持ってないやつが道徳の授業するな。次は外しませんよ。高めを狙えです。やめろやめろ。ちょっと何するんですか。話してください。僕はただ塾が大好きなだけなんだ。勉強させすぎるのもあんま良くないな。